We'll be right back.
したけど大丈夫。I wanna hear you say, ooh.
been there. You have seen the world red. You better clutch your light. We are the world coming. Wait for the ricochet. Oh,
パープルっていうバンドをやってるんですけどこう1で軽音部に入って、で最初はなんかあんま物足りねえなとか思ってたら10 でそしたら高1の12月ぐらいになんかボーカルのやつがやろうよ、これやろうよって、まあ、次やる曲を持ってきてくれて、でそれがめちゃくちゃ難しくて、でこれめっちゃ練習して曲もめっちゃかっこよくて、でこれ弾けるようになりたいなと思って、でで、まあ、大学2年になって卒コンでそのタイガさんに誘っていただいて、本当にでその時にスタジオもライブもめちゃくちゃ楽しくて、で本番今日曲何やろうかなとか考えてたらもういつの間にか本番になってて、でメンバーも2年前一緒にやった藤間さん、あ、ごめんなさい、すいません、を最初に誘って、で、その次ギターどうしようかなと思って、でもめっちゃ好きってディーパープル言ってくれてたし、まあ、金華公園で蹴られたりそうなのもあるけど回し切りされたこともあるけど、でもやっぱりリッチブラックもやるのはタクちゃんしかいないなと思って誘いました。でベースは土屋です。土屋、まあ一番ドリーマーで組んでて30回くらい組んで、でスタジオ、まあ、田島と同じことを言うんだけどスタジオにいてほしかった。でドラムの沢田くんは、まあ、一番仲の良かった後輩で一緒にめっちゃ麻雀したりして一緒に野球見に行ったりして、で彼もディープパープルめっちゃ好きって言ってて、最初は全員同期でやろうか全員後輩でやろうかなとか思ってたんですけど、やっぱりちょっとさは誘いたくて、で誘わせていただきました。でじゃあ次やりますか。やりましょう。間もあんまないんだ。Thank you.
りで最後の曲なんですけど、お前どうしてんだこいつらを、どうしてんだお前こいつらを、その前にその前なんだよ、ごめんごめん、ちょっと気が入る、アドリマーに入って4年間、先輩後輩そして同期の皆さん、いっぱい遊んでいただいてありがとうございました。ほら先輩、そうそうです、それじゃあ最後にここに最後に、ここにいる全員燃やして帰りたいです。ありがとうございました。